感じの音が聞こえてきました。それでは改めましてお聞きいただきましょう。レインメーカーの皆さんです。どうぞお聞きください。時を止めて。
今日はね、この暑い中最後まで頑張って聴いてください。こっちも頑張りますので噛みましたけれども、見えないということで花園樹の咲く頃に。紫外線が眩しい。はい、よくあるパターンですね。ここまで日が当たってすいません。いきますか。はい。私の魂は
ども。よし、時間がないんで行きますか。じゃあ、34回目の秋という曲を聴いてください。Yeah.
業務連絡、業務連絡、業務連絡です。あ、すいません、いつも毎年この業務連絡緊張するんですけど、この前MC の千尋さんにの FM ユートピアにお邪魔しまして、告知をさせてもらったんですけども、先週の木曜日でしたかね、すごく緊張したんですが、もう2回目ともなりますと、まあ、慣れたというか、まあ、任せてくださいということで、広告塔として、頑張っていきたいと思います。というふうにリーダーから仰せつかっておりますので、何がありましたら私まで一報お願いします。それで、まあ、前回レインメーカーライブ2月にやったんですけども、まあ、その時はちょっと、まあ、私がインフルエンザになってしまいまして、ちょっと急遽ちょっと穴開けてしまいまして、みんなは、3ヶ月ぶりかな、3ヶ月ぶりだ、2月11日にやったんですが、私は実は半年以上ブランクっていうかやってませんので、今日は本当に久しぶりのステージということで、緊張しています。まあ、キーボードもないバージョンでやったんですけど、今日はバッチリやらせてもらいます。どうかもう後半お願いします。はい、じゃあいいか、まだ今度俺かじゃあ次の曲は今まで全て、私作ったオリジナルなんですけれども、全部オリジナルで今日は行きます。で、次の曲は恋ごよみという曲なんですけれども、もうだいぶ前にちょっと増田をイメージして、増田の町をイメージして、作った曲なんです。ちょっとそれを聴いてください。私とあんたの
曲ありますけども、この辺であのずっとあの私たち3番目なんですけれども、なんかメンバー紹介初めてですかね。私たちが初めてっていう。じゃ あ, あのメンバー紹介してもいいでしょうかね。あ、若干拍手があるんで。じゃ あ, あのドラムスから。ドラムスは小森屋大輔。ギター田中美希夫。ベースサックス藤原良治。キーボード田中隆夫。で、私あのひなちゃんのじいちゃんと言いまして国安と言います。どうも今日どうもありがとう。じゃあの、最後にあのレインステーション聞いてください。なんだI'm not afraid to die.
のレイステーション、レイ心まで濡らして、ありがとうございました。お聞きいただきました、レイメーカーの、皆さんの30分の演奏でした。改めまして、皆様へもう一度、大きな拍手をどうぞお願いいたします。ありがとうございます。本当にやっぱりこうレイメーカーの皆さんが出てくるとまたちょっとなんか違 う、 こう感慨深さというかありますけれども、先ほどキーボードの田中さんからもちょっと事前に、このバンドフェスの前にMC やってます私ヒロタともちょっとこのバンドフェスの告知というかお知らせというか、外でもしてまいりましたという話を、があったんです、しました。でその時に本当に田中さんお一人だけじゃなくてレインメーカーの皆さんもきっと同じ思いでいらっしゃるんだろうなと思う話で伺えたのが、
まあ、お客様からするとこう、そうですね、背中の方ですよね、この後ろ、山ですけれども、まあ、的ですし、的公園なんでお山ですけれども、そこに向かって増田でこう活動してるからにはそこに向かって歌うっていうのが何でしょう、こう、まあ、いつも の, 地域センターの中で歌ってるのとまたこう何でしょ う, こう気持ちの持ちようっていうか歌い方とかが変わってきて、それがすごく爽快で楽しいんだよっていう話を、私も事前にお話実は伺ってましたが、まあ、本当にその通りだなと、お客様にも、きっとそういった思いの丈みたいなものが、届いたのではないでしょうか。ということで、もう本当に胸がいっぱいになりながらお聞きになったお客様がもいらっしゃるかと思いまして、時間がですね、今あっという間にもう今2時半を、そうですね、ちょうど回っているところです。14時30分というところです。今までのところで3団体のバンドをお聴きいただきながらやってきましたけど、ここが実はちょうど今日折り返しで、ここからそうですね、さらに3団体ということで、お聴きいただきます。次に、皆さんに演奏を聴かせてくださるのが岸和春とブルーハワイアンズの皆さんということで、まあ、今ちょっと入れ替わりで準備だとかも、されてますけれども、レインメーカーの皆さん方とちょっとまた違うサウンドというかになるのではないでしょうか。今なんかこう何でしょう、ステージ上に乗っかり始めたという言い方で失礼がないかわからないですけれども、楽器だとか、入れ替わりを見るとちょっとその雰囲気が変わってきてるなというのを、ご覧になれるのではないでしょうか。レインメーカーの皆さん方はまだお片付け中でしょうか。ちょっとタイミングがあればレインメーカーの皆さんにも直接ちょっと話を伺いたいところもありますが、それで、まあ、ちょっと次にと進んでいきたいところです。まあ、時間がこの時間になってきたので、まあ、ちょっと皆さんのこう日の当たり方というか、日陰の具合とかもちょっと変わってきたのではないでしょうか。ピークが、まあ、2時ぐらい3時ぐらいが一番暑いかななんて私もさっきお伝えしたんですけれども、ちょっとレインメーカーの皆さんの演奏を聞きながら少しいくらか涼しくなりつつあるのかななんていう気配を、私も体感で感じてますけれども、いかがでしょうか。次の、この岸和春さんと、ブルーハワイアンズさんの皆さんの曲はですね、まあ、そろそろちょっとこう楽器が見えてきたので、ここからなんかこう視覚的に音とかもこういう感じなのかなっていうのがちょっとイメージできるところも見えてきたかわからないですけれども、次こそは特にどちらかというとこう暑さとかパッションっていうよりも爽やかさとか、そういうのをなんかこうお楽しみいただきたい、グループだなと、私も思っておりますが、いかがでしょうか。なので、まあ、今までの例えばこう、レインメーカーのお二方にちょっと、ね、いらしていただけたのでお話しします。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。今回、まあトータル6回目のバンドフェスですけれども、改めまして何度目から演奏されてるか改めて伺ってみます。1回目からやってます。はい、1回目からやってます。6年前からやってます。ということで、レインメーカーの皆さんはこう2014年から今皆勤賞という言葉でご自身方からお言葉ありましたけれども、本当に6回とも、それぞれお客様に、お届けしてという感じでございました。今日最後にお聞かせくださった曲のタイトルがレインステーションで、はい、まあ、直訳すると雨の駅だしで、レインメーカーさんので雨、言っちゃっていいんですか、雨作り方とかって日本語で言うとそういうグループですよね。お金を降らせるっていう意味のレインメーカーだそうです。なるほど、そういう意味がしっかりそちらがあったということ。雨、お金の雨を降らせる、黄金の雨を降らせる、なるほど、分かりました。なんかこうね、レインレインって聞くとこ、雨だけとにかく今日屋外だし降らないようにしてもらえればなんて言いながら、そこがこうレインメーカーさんご出場あっても雨は降らず、ただ桜散るっていう歌詞でしたっけ、ありましたっけ、桜散るありましたっけ、
ありましたっけ、ありましたっけ、最後の曲でちょっと聞いて、そこは見事に感じて、雨はないです、まあ、黄金の雨は皆さんの心にきっと降り注いだのではないでしょうかというような感じでいいでしょうか。はい、改めまして会場の皆様に、まあ、来年、今終えられてすぐ来年に向けても変化わからないですけれども、今後のこととかいろいろ何か、もしファンの方いらっしゃいましたら、ここどこに追いかけていったらいいですかとか、気になる方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと今後の展望をお聞かせいただけますでしょうか。まだ何も決まってないと思いますが、セカンドアルバムを作るような話もありますので、期待してください。ありがとうございます。セカンドアルバムが期待ということで、そこのほどがまたもしありましたら、いつかとか、まあ、増田ででもそうですし、横手市内とか横手市外とか、いろいろなところでご活躍のほどお聞かせくださいということで、レイメーカーの皆さんでした。ありがとうございました。話をしているうちに、そろそろブルーハワイアンズの皆さん、どうでしょう、なんかこう気持ちのいい音が聞こえてきておりますが、ご準備のほどもうそろそろでしょうか。